どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のリュウでございます。さあ本日なんですが、昨日ですね、上城涼雅選手が実装になりましたので、本日はシャークのキャラクター格付けをやっていきたいと思います。はい、ということで、本日のこのキャラクター評価のシャークさん、これゼアルのね、ゼアルでいうとこの会話みたいな立ち位置、考えていいんじゃないかなと、思ってるんですが、まずですね、ちょっと茶番から入るんですけど、彼はですね、シスコンドが激しいんですよ。シスコンド星5、妹のことをとても大事にしていると。これ素晴らしいことですね。素晴らしいこと。僕もちなみに妹はいるんですが、5年くらいで連絡を取っておりますね。そして顔面とボイス、かっこいいんですよ。とってもかっこいいし、あと声ね、シイラッとくるぜの、あのボイスがすげえかっこいいんで、でもこれは星5でしょう。そしてユーマへの愛ね、ユーマくんへの愛、星5 ゼアルっていうのは、ボーイズラブアニメでございますんでね、ユーマくんへの愛が本当非常に激しいということで、星5と、そして病弱度星4。これなんでかっていうと、作中病院へ運ばれた回数が4回なんで、星4です。はい、そして、マジックコンボ、マジックコンボ星10です。マジックコンボは星10。やっぱりね、何々さんの何々コンボだっていう、なんだろうな、そのネタの、元ネタが、彼の取り巻きが言ったセリフなんですけども、あれは本当寛容性が高すぎるんで、あれは星10。そして、ライディングデュエルの腕、星5。これ何かっていうと、シャークさんって、バイク、乗りこなしてるんですよ。おそらく、5Dsワールドに行っても、おそらく結構戦えるんじゃないかなと思ってて。なんで、ライディングデュエルの腕はおそらく星5あるんじゃないかなというふうに思っております。はい、以上でございます。はい、茶番はここまでにしまして、ちゃんと評価していきましょう。まずですね、スキルですね。起き抜けで撮ってるから、もう口回んねえよ。いつも口回ってねえか。スキルの評価、星4.5。4.5 はありますね。4.5 は。これ、めちゃくちゃ強いっす。最近のキャラクターの中で一番強いね。まず、レベル加工。レベル加工ね。これブロックフェザーを使いこなすことができる最強のスキル。ですよね。で、リスタート、カラクリを使いこなすことができるスキル。ですよね。修正されてもまだ、カラクリ全然強いので。ってことは、環境デッキを2つ操れるんですよ。彼は。最強ですか。最強ですね、これ。だからもう、ランク戦は、スキル掘り、リスタート、カラクリ、シャークリスタート、カラクリと、あとシャーク BF で、溢れ返ることでしょう。おそらくね。これ非常に優秀です。そして、固有の、スキルですね。固有のスキルの中で一番強いのは、このね、サメの領域っていう、このね、このスキルめちゃくちゃ強いんですよ。自分のフィールド上の全ての水属性モンスターのレベルが、ターン終了時まで4になると。これ、雑に強くて、で、このスキルは一旦に一度しか使用できない、かつ、デュエル中に2度までしか使用できないと。で、スキルは、デッキとエクストラデッキ、メインとエクストラのデッキの中に、水属性モンスターしか設定してあげないよっていうね、そういう、縛りがついてるんですけれども、このね、雑に4にするっていうのが、今の現状、ちなみにエクシーズをしようとすると異常に弱いです。エクシーズをしようとするとマジで弱いです。なんならランク4なんてほどいないから、水属性の。ガガギゴトぐらいじゃない多分今、いんの。なんですけども、シンクロしようとするとめちゃくちゃ強いんですよ。なんでかっていうと、8シンクロが簡単にできるから、雑にチューナーとチューナー以外並べて、スキル発動、サメの領域ってやると44になるから8にできるんですよ。これまあちょっと新しいデッキを組んでるんで、作ってあるんで、まだちょっと動画にしていこうと思っていますが、これめちゃくちゃ強いです、このスキルは。多分、ぶっ壊れていると言っても過言ではないでしょう、このスキルはね。で、あとの、こういうスキルから見ていくんですが、マジックコンボっていう、マジックコンボっていうね、一応、スキルもありますよと。ビッグジョジョ召喚したに赤ガジェット1枚をフィールドに裏側表示で置くよ。単中に1度かつ、デュエル中に2度まで使用できるよっていうことなんですけども、ビッグジョーズがそもそも弱いので、これ弱いんですよ、このモンスター。なので、こっちちょっとなーって感じですね、このスキルはね。アクアジェットはそこそこ優秀なんですけど、このスキルはなんか、ちょっと、ネタ、スキルな感はあります。はい。
で、ドロー成績はちょっと一回飛ばしまして、で、これ深海の帝王、ナンバー32ね。このシャークドレイクっていうのは、対抗竜シャークドレイクっていうモンスターね。これアニメで活躍していたあの記憶結構あると思うんですけども、このモンスターをデッキに入れることができますよと。で、2000以下になると、シャークドレイクを、エクストラデッキに戻せますよっていうスキルなんですけども、まあ、おそらく、まあ、メインボックスないし、ストラクチャーかなんかでシャークドレイクはまあ実装になると思うんで、このスキルはおそらく、まあ、使わなくなるとは思います。で、シャークドレイクの効果なんですけど、戦闘を開始する効果なんで、この環境に全くマッチしていません。全くと言っていい。全くマッチしていない。こんなカード出して殴れるんだったら他のデッキで勝ってるみたいなところあるんで、まあ、ぶっちゃけ強くはないです。はっきり言いますけど。はっきり言いますけど、強くはない。だからまあ、キャラクターデッキをね、活躍させたい方用のカードと言っていいでしょう。そしてお次は逆襲のシャーク。なんかガンダムに使用許可取ったんかこれ。自分のライフポイントが相手より低いときに、ランク4以下の水属性、カイルズのエクシーズモンスターの1体の攻撃力をターン終了まで、3万につき、全額アップすると、これを、このスキルをですね、このさっきの、このシャークドレイクに使いたいんですよ。これランク4以下のカイルズ、エクシーズモンスターでございまして、これ、戦闘を行うと結構強い効果を持ってるんですよ。相手破壊すると、相手の打点1000ダウンさせて、相手から、相手のモンスター特殊化して、もう1回殴れるみたいな。効果を持ってる結構脳筋な、ね、モンスターなんで、これにこれ今2800っていう打点あるんで、これを、この逆襲のシャークで1500アップさせて、まあ、ぶん殴るっていうね、4300にして2連打っていうことをしたいので、ね、そのスキルで使いたいですよね。まあ、ただまだシャークドレイクが実装になってないので、まあ、実装になったら結構面白い動きができるんじゃないかと思ってます。悪くはないこれはね。で、オーバーレイリムーブは、自分のフィールド上の、ランク4以下のエクシーズモンスターのエクシーズ作用を1つ全て、墓地に送ると。で、このスキルがデュエル中に一度しか使用できない。これはまあ、多分ね、ソリティア系の、まあ、デッキなんじゃないかな。エクシーズモンスターの素材を全部バッと取り除くっていうのは、まあ、メリット的にはやっぱり、その墓地に送ることによって、蘇生したりとかっていうのができるようになるっていうぐらいなんで、結構ね、シャークさんね、浮上とかね、割とその、蘇生魔法カードとか結構、まあ、持ってるんでね、そういう、ことをしたい人のためのカードじゃないスキルですね。そんなに強くはないと思う。そしてこれね、イラッとするぜ。自分のモンスターが戦闘効果で破壊された、次の自分のターンに自分のフィールド上のランク4以下の水属性のエクシーズモンスター1体の攻撃力をターン終了時まで500ポイントアップさせると。悪くはないね。これは脳筋、効果でございますんで、まあ言うてオーバーレイなんだっけ、オーバーレイゲイだっけ、ああいう、まあ、スキルでもいいかなとは基本的には思ってますけど、うん、まあ悪くはないと思います。さあスキルは以上で、レベルアップ報酬ですね。レベルアップ報酬は残念ながら星2かなと、思っております。残念ながらね、ビッグジョーズがさすがに使わねえと思うんでね、この方が攻撃した場合バトルフェーズ終了時にゲームが除外されるっていう、必ずね、必ず除外されてしまうんですよ彼は。どんな攻撃をしてもモンスターを破壊してもそうだし、直接攻撃してもそうだしっていう感じなんで、ちょっと若干やっぱり弱いかなと、思ってます。帰ってこれないしね、なんか効果がないと。で、1枚で仕事はしないので、はい。で、フィッシュ&キックス、これに関してはもうカジキのレベルアップですでにあったカードなんですよ。1枚すでにあったカードの2枚目3枚目っていうことなので、ちょっとこれは手抜き感が、まあ個人的には手抜き感がすごい感じますね。はい。最近のコナミさんの実装方法の、まあなんだろうな、傾向なんですけど、すでにあるカードの2枚目3枚目をとりあえず入れるっていう、なんかすげえ手抜き感のある実装をして、なんかほんと考えてるちゃんとっていう感じなので、これはほんと低評価ですね。で、アクアジェット、これはまあ、まあ悪くはないので、永続的にね1000ポイントアップできるんですよ。魚族、海竜族、水族モンスターの攻撃力を。なので、まあこれは結構装備魔法じゃないんで、一回使うとずっと開けておけて除去が効かないので、まあ、結構強いですね。これはまあ良かったですね。で、ビッグジョーズ OK で、フィッシュ&キックス OK、 アクアジェット OK で、これブラックレイランサー、水属性レベル3モンスター ×2 と、一旦に一度このカードの歴史作用を1つ除くとフィード上の表が表示のモンスターの効果を無効にする。ね、悪くないんだよね効果は。結構その相手の、まあ例えばホムラガミとか、ああいうなんかモンスター効果強いモンスターの耐性あるようなモンスターの効果を無効にしたりとかもできるので、結構ブラックレイランサーは悪くはない効果を持ってるんだが、ちょっと打点がね若干低いので、まあこれちょっと使い方は難しいかなといったところですが、この効果は非常に悪くない効果をしています。はい。で、後々ね、FA とかフルアーマードとかも出てくるんで、まあ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 期待しておきましょうって感じですね。
で、ビッグジョーズ OK で、フィッシャーチャージは強いんだけど、これもまあ既存のカードなんですよ。魚族モンスター行ったらリリースして、フィード上のカードを1枚選択して破壊しながらワンドローするっていうね、まあ元々すでに実装されているカードなので、まあ今更かなっていう感じはしていると。なんかネタ切れ感がすごいんだよね。ネタ切れ感がとにかく多分ですね、リーク情報とかによると、なんかストラクチャーとか出るらしいんですよ。なんかどうやらシャークの、まあその辺に期待って感じでしょうか。で、アクアジェットレベル30と、はい、こんな感じでございました。一応全体評価星4です。星4強いです。スキルが本当に強いと思う。なので、シャークさんのこのサメの領域と、まあリスタートレベル確保、この辺りは落としておいていただければなというふうに思っております。はい、以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。